皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。ある寒い夜、軍基地で特別な出来事が起こり、BTS のジョングクが兵士たちの前で歌を披露しました。彼の歌声は深い感情を揺さぶり、隠された傷を呼び覚ました。その中で、一人の兵士が突然涙を流し始め、場内は感動に包まれました。 この兵士だけでなくジョングクの親友である自民も深い悲しみを感じていたと言います。その夜は彼ら全員にとって忘れられない瞬間となりました。きっかけは兵士たちからのリクエストでした。厳しい訓練の後、ある兵士がジョングクに、夜が終わる前に一度だけでも、あなたの美しい声を聞きたいと頼みました。ジョングクは木製のベンチに腰掛け、感情を込めて自作の歌を歌い始めました。 彼の声は穏やかでありながら心に響き、多くの兵士たちが言葉を失うほどの感動を覚えました。歌の途中、一人の兵士が涙をこらえきれず泣き出しました。その後、彼は自民に、この歌は幼い頃に母がよく流していた BTS の歌を思い出させます。軍に入ってから一度も家に帰れず、母にもう会えないかもしれないと思うと辛いと語りました。 この話を聞いた自民は深く胸を痛めジョングクは今夜、心を込めて歌った。それは彼自身が何か、あるいは誰かを恋しく思っているからかもしれないとつぶやきました。歌い終えたジョングクは感動的な場面に胸を打たれ、泣いていた兵士に近づき、会いたい気持ちはわかるよ。僕の歌を心で聞いてくれてありがとうと優しく語りかけました。しかし、 この出来事は自民にも影響を与えました。彼はその後一人で考え込む時間が増え、ジョングクがもう歌わなくなるなんて考えられないと不安を口にしました。その夜、兵士たちが、また歌ってくれますかと尋ねるとジョングクは、わからない。これが最後かもしれないし、また適した時に歌うかもしれない。でも今夜が僕にとって特別な時間だったことは確かだと答えました。 その言葉はその場にいた全員の心に深く刻まれました。後日ジョングクはファンからの手紙を受け取りました。その中には、おっパの声は、私が辛い日々を乗り越える理由でした。お父さんを亡くした時、あなたの歌が私を支えてくれました。軍でのその夜、同じように兵士たちに力を与えたことでしょう。どうか歌うことをやめないでください。 という温かいメッセージが書かれていました。その手紙は彼が歌い続けることの意味を改めて思い起こさせるものでした。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。